アレキナダは1977年に出版された日本の小説家中上賢治による長編小説。文芸に1976年から1977年にかけて連載され、川出所防震者より刊行された。現在は川出所防震者より文庫版が出版されている。芥川龍之介少女小作、三崎の続編にあたる。また、本作の続編として、 地の果て史上の時が書かれており、三部作を構成する。奇襲の路地を舞台に、肉体労働に従事する青年を中心とした、複雑な血族の愛憎の物語を緊密な文章で描き、高い評価を得た。第31回毎日出版文化賞、第28回芸術戦勝新人賞を受賞。 中上の代表作とされる。単行本の観光時に付けられた帯には、以下のジャックが記されていた。中上賢治発の長編小説この愛おしい、思い、この劇場人の寄って立つ土地土地への愛と痛みとを、自然に生きる人間の原型と向き合い未生の暗闇に、探って、現実と物語のダイナミズムを現代によみがえらせる、話題作。主人公、竹原明之は、 母ふの再婚相手である茂蔵の家で暮らしている。そして、茂蔵の兄の兄の妾の子であるトールと一緒に、茂蔵の息子の文明の組でひじとして働いている。秋き由紀には秋き由紀が子供の頃に自殺した伊フ系の育クがいた。育夫は生前、秋き由紀にとっては伊フ姉である妹の三えとまるで夫婦のようだと噂されるような同居生活をしていたが、 三重が夫となるヒロと駆け落ちしたのをケーキに孤独に酒に溺れるようになった。秋、三雪とふさが暮らす重造の家に泥酔してやってくる。行くは、恨み事を述べて刃物を振りかざして暴れたが、結局、アルコール中毒の果てに自害した。秋三雪には、ジップである浜村隆造がいる。どこの馬の骨ともわからぬ流れ物であった隆造は、 この土地にやってくるや三人の女を同時に孕ませた。そして火付けなどの悪行を重ね、人の土地を巻き上げて成り上がった。竜像は自分の優勝を正しいものとするため、自らを伝説の武将、孫一の子孫であると称し、孫一の記念碑を建てた。それは、この土地に君臨した勝利の記念碑である。土地の人は皆、竜像を悪く噂し、 秋みゆきも、竜像を憎んでいる秋さちは、竜像の娘、いぼ妹である里子と前作、岬において、謹慎感を犯している。これは竜像についての憎しみを自暴自棄にぶつけた、結果であった。秋みゆきには現在、地元の有力者である、材木商の娘、のり子という恋人がいる。当人同士は、結婚を約束しているが、身分違いであり、円満に結婚に至るような、 関係とは言えない。秋、美雪の義父重蔵には昔遊郭に売られていた、老婆雪という姉がいる。いつも、近所を歩き回ってあることないこと噂をして、回っている。彼女は、秋、美雪の土方仲間、トールが、近所を、いつもふらついている白地の女の子を、合姦しているのではないかという噂を振りまいている。秋、みゆは、狭い土地の中で、 重苦しい血縁関係の中、鬱屈を抱えながら、肘方仕事で働き続けている。肘方仕事で火にあぶられながら、心をが乱動にして、働くのは心地よい。それだけが秋、みゆの心の医者であると言える。竜像の息子で、秋、みゆのイボテである秀夫と、秋、みゆのイフアである三重の娘の道子の恋人である、五郎との間で、不良同士の争いが生じ。 五郎が怪我を負うという事件が起きる。その調停のために秋見雪は、竜像と両亭で面会をすることになった。その場で、秋見雪は復讐心から、佐藤子との近親相関の秘密を竜像に告げる。しかし竜像からは、近親間で白痴が生まれようとも構わない、メンツなど構うことはない、と一生に伏されてしまう。秋見雪は、その告白をした際に、自分は、無意識的には、 行商の仕事で不在がちだった母ふさの代わりに、子供の秋幸の面倒を見た、岐阜姉の美へと交わりたかったのだ。それこそが秘密だと悟る。ある日、秋美雪は、トールが白地の女の子を強姦している現場に立ち会い、雪の触れ回った噂が真実であることを知るが、友人であるトールを守るため秋幸はそのことを秘密に、しておくことにする。盆がやってきた。 盆踊りで歌われる地元に伝わる兄弟親中は、あたかも秋幸の近親相関と対応しているかのようである。秋美ゆは、灯籠流しの行事の際に、全く突発的な衝動から、像を抱いていた、龍像ではなく、秀夫を石で打ち据えて殺してしまう。秋美ゆは、その時自殺した行方についても見殺しにしたようなもので、あり、自分は、結局、 兄弟を二人を殺したのだと認識するが、同時に兄弟二人を殺さなければ、自分が殺されるような息苦しい血縁、関係であったとも考える。秋美ゆは、秀で殺害について自首する。秋、美ゆや龍像についての様々な噂が噂を呼び、狭い土地中を駆け巡る。怪物である龍像は、息子を殺されたが、秋美ゆを恨んでいるわけでもない。 むしろ刑務所から戻った秋美雪はは帰だ、と考える。秋、美雪と共に働き、人々が住まう土地をさらちにして繁華街にして、さらに儲けること無双しさえする。ふさは、のり子の訪問を受け、のり子が秋、美雪の子を見ごもったのを知る。トールは考える。秋美雪はもういない。トールの秘密は誰にも知られない。ひじかた仕事の昼の休憩に一人でいるトールの、 後ろで笑い声がする。振り向くと白地の女の子が黒い口を開けてあざけるように笑っている。以下は文芸連載の最終回に付され、集英社版の前週の解題に転載された主要登場人物を引用して掲載している。なお、現行の文庫版においては、登場人物の複雑な結族・因属関係は、登場人物関係図として図表として整理されている。 カレキナダ ISBN978 から4から309400020。ありがとうございます。